どうも、ゆくきんです。先日、ここの水はけがおかしくなっちゃったのを、重曹とお酢で一気に流れるようになったって言ったんだけど、またすぐたま、なんか流れが悪くなっちゃって、で、もう一回またやったの。今さっき重曹とお酢やって1時間ぐらい経過させて、またお湯いっぱい流した。そして今ちょっと、それでもなんかこんまだ溜まってんだよね。わかる？色つけないとわかんない？ Do？ もうこうやってりゃわかるよ。どんどん溜まってくんのもわかるよね。水はけ結局悪い。ということで、前にも言っていた、怖いけどどうなっちゃうか、これよ、パイプクリーナーやってみよう。できるかな。下はこうなってさ、雑巾みたいのがあるけど、こんな一周もしてる。まあでもできるはずか。わかんないけど。この理屈で言うと。一周したって、これなら入るはずなんでしょ？やってみましょう。怖いな、気持ち悪い。気持ち悪いよ、これが。ブラシでピピピって飛ぶのが怖いんだよな。すごみよ。使用できる。まあこれ後で写真で載っける。なんか、まあこれは OK？ 使用できる。使用できない。使用できる。で、使用できるマイクのパイプの形状。このぐるっと回るのは書いてないけど、まあできるでしょう、理屈で言って。まあまあ。やってみよっか。怖いね。まあ、排水管本水平をゆっくり差し込んでください。トラップの底に当たったら、くるくる回した後、上下に動かしながらゆっくりと引き上げる。なるほどね。まあ、とにかくやってみましょう。映ってるよね。ん？入るのか？この混ぜ隙間。入るね。おぉ、入った。怖いね。おぉ、気持ち悪い。見える？見えるね。まず、目に見える。ああ、気持ち悪い。ああ、いっぱい飛んじゃった、いろいろ。ほら、これが嫌だったんだよ。壁に黒いの飛んでんのはわかんないか。まあでも、やむを得ないよ。洗うんだから。一旦頑張れるだけ頑張って。全然で。まあ最後に掃除だけすればいいよ。壁も、なんでも。業者呼ぶとお金もったいないかな。うん、ちょっとピチャピチャ飛ぶな。気持ち悪い。ああ、目に飛びそう。ちょっと一旦流れが良くなってるぞ。で、これ以上一旦入んないな。あれか。これの言う通り、ぐるぐる回して。こっちじゃない、こっちか。トラップの底に当たったら、くるくる回した後、上下に動かしながら。まあまあ。いけそうなとこまでぐりぐりやるしかないってことだろうね。
水はけは一旦完全にいいんだよな。どの辺が悪かったんだろう。結構奥まで入ってきた。どこまで行ってんだろう。一旦これ以上入んないね。私が思うに。うん。ゆっくり引き上げないと、びちゃびちゃびちゃって、汚ねえのが飛びそうだからな。ああ、気持ち悪い。ふふ。ああ、どういどうい。どこまでだっけ。ああ、一番嫌だったな。なんか塊やっちゃった気持ち悪い。ああ、気持ち悪い。ちょっと待ってね。気持ち悪いな。ここ。よいしょ。まあ見たくもね、一番大物の変なカスが出てきてたよ。腹立つ。ここぐらいまで入ったから意外とぐるっと回ったのかな。まあまあ